強いですね。やはりそして八村が右自ら行く。わーおっと、これ1点ですね。八村さん1点でしょ。八村がミドルレンジコミュニケーションしたいというところありますが、ドボールしたと必要なかったこの安藤誠也が八村へ。さあショットクロックというところ、ね、はい、2秒1秒打ちたい、決める。これが、はい、やられたらやり返す。そうです、八村あ惜しいですね。ここは、はい、それで2連覇してますからね、はい、B リーグチャンピオンというそのアルバルク東京ですが、と八村のシュート、攻めたいところ。八村、八村はこの第1クォーターフル出場、ファウルをもらっています。ババ、はい、ババからマークに合っていますが、ボールを取れ、そして八村から、八村うまいコンビネーション、ファウルをもらえニュージーランド、ファウルが5つを超えています。自動的にフリースロー。いやー、もうあっという間に点差が縮まってまいりました。多分あの昨日の練習はデビッド・アドキンスが来てるんで、ワシントン・ウィザーズの育成部門のコーチですよね、はい、まあ、フリースロー直されてると思いますよね、リズムとか。もう1日でそのあたりは修正してくる。あ、もうあのシュートの、はい、あれをショットクロック6秒というところ、八村のパワーに逃げるか、おー、狙うか。八村、八村のスリーポイントが決まった。今ね、ここは一つ課題になるかもしれません、このスリーポイント対策。ただ八村ゴールした、このボールを大事にしたい。そうですね、ババ、はい、オフェンスを組み立てて、ババからおー来た、